こんにちは、森谷でございます。えー、今日はですね、独立企業事例についてお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。こちらなんですが、MOUT という会社、これはスタートアップスタジオと今風に言えるかなと思ってるんですが、その会社で僕たちが考えたことを少し説明させていただきます。僕たちはスタートアップスタジオとして、事業をたくさん生むということをやってました。そういう会社が MOUT でした。 その会社の中は、事業をたくさん生むということを仕事にしている会社ですので、早く安く再現性を持って事業を作れるようにありとあらゆる努力をしたんですね。それで僕たちが行き着いたのは、事業とはこう考えるべきである。事業はこういうふうに作った方がいい。体制はこういう体制だ。そんなのは僕たちは結論として持ちました。で、それをちょっと説明させていただいた後に、 スタートアップの話をさせていただきたいと思います。まずですね、事業の考え方。マーケティングでよく習うのは、プロダクトアウトからマーケットインだと思います。昔は、ものが不足して,いて、サービスが不足していたんで、作る人、作り手が大事でした。だからプロダクトアウト。ただし、物事が充実してきたんで、もっと顧客に近づくべきである。だからマーケットインである。そんなふうに物事は、世の中は進んでたと思います。これが、現在のマーケティングだと思います。ただし、 僕たちはもうちょっと時代は進んだんじゃないかと。ありとあらゆるものが溢れ、サービスが溢れ、実は顧客の第一選択肢はいらないなんじゃないかと。もし顧客の第一選択肢がいらないだとしたら、何かを作って買いませんかというコミュニケーションは、むちゃくちゃお金がかかるんですね。むしろ、何が欲しいのかということを聞いて、マーケットアウトして、それをプロダクトインするぐらいがいいんじゃないかろうか。そんなふうに僕たちは思いました。プロダクトアウトマーケットインは、 距離は近づくが結局矢印は同じであって売り手から買い手に向かっている。時代はそうではなく、買い手から作り手に矢印が向いてもいいんじゃないか。こんなことを僕たちは思いました。だとした時にどう作るのかということも次考えました。僕たちは一人の企業家が最初から最後まで全部持つのではなく、開発、推進、参入と3つのフェーズに分けた方がいいんじゃないかということに行き着きました。開発は何なのか これはですね、もしかしたらポックというふうに今は呼んでるのかもしれません。えー、どんなコンセプトで、どんな市場を取りに行くのがいいのかということを、基、えー、上で頑張るというフェーズです。パワーポイントとエクセルを頑張る。そんな感じですね。僕たちはこれを2ヶ月間と設定し、2ヶ月以内にかっこいいパワーポとエクセルができたら、推進に進むというふうに考えました。推進は今風で言うと、もしかしたら POB なのかもしれません。実証実験です。僕たちが考えた 一生懸命考えた開発の PowerPoint と Excel は残念ながらその通りにはほぼほぼならないですね。これは良くも悪くもならないんです。なんでそれを試すのが推進というふうに考えました。推進は試すことが大事なんで、とにかく試すんです。売上が伸び続けるとか、利益が生まれるとか、そんなことは全く関係なくって、とにかく我々が作った PowerPoint の日本語と Excel の数字が合ってるのか。もしかしたら倍。 いいのかもしれないし、半分の悪さかもしれない。それをとにかく試しまくるのが推進です。試した後、その結果を持ってかっこいいパワーポイントでエクセルが書けたならば、参入しましょう。そんな風に僕たちは、事業をフェーズごとに分けて、それぞれやるべきをやって進むのである。そんなことを僕たちは考えました。これが事業の作り方です。その事業をどういう人間たちで回すのか。僕たちが行き着いた結論は、これでした。 まず最初に必要な人間は二人である。企業のプロと業界のプロです。例えばなんですが、自動車の会社さんには自動車のプロがたくさんいます。当然ですよね。自動車を作るんですから自動車のプロがいないと作れません。だとしたら、新規事業を作るときに新規事業のプロがいなくて作れるのかという話だと思うんですね。 新規事業を作るんだから新規事業のプロが必要である。自動車を作るんだから自動車のプロが必要である。これは同じだと思います。だからこそ企業のプロが必要である。と同時に、その業界のプロも必要だと思っています。もし本業の延長線上で作るんだったら、おそらくその会社の中に業界のプロはいると思うんですね。ただし、スタートアップで新たに立ち上げる、もしくは飛び地の事業を立ち上げる。この時は、その会社の中には、当該業界のプロはいないと思うんですね。だとしたら、企業のプロと、 業界のプロ。これを揃えるということが大事だと思います。これは自然人で1.0と1.0人じゃなくてもいいと思います。同じ人が一人でこの二人を兼ねることができるんだったら一人でもいいかもしれない。0.5人と0.5人でもいいのかもしれません。ただし、事業責任者の方は必ずこれらの人材を少なくとも自分自身が持つんでもいいんですが、必ず組織の中に取り込んだ上で立ち上げる。それが僕たちは秘訣じゃないのか。そんなふうに思いました。こんなことを考えながら、 スタートアップを立ち上げました。ラクスルです。ラクスルは僕のミスミの経験と今ご説明したエムアウトでの経験、こちらを合わせた形で作ったスタートアップです。ミスミでの経験、どんなことが生きているのか。モデルはラクスルはシェアリングエコノミーでした。ミスミという会社自身が機械工業系金型の分野におけるファブレスメーカーだったんですね。国内にあるいろんな金型工場の空き時間に お仕事をお願いして作っていただく。そういうビジネスモデルをやってました。だからこそ、ラクスルも国内にある印刷会社さんの中の空き時間をネットワークさせていただき、そこにお仕事をお願いする。仮想的につなげることによって、我が国最大の印刷会社を作ることができる。そんな風に考えて頑張ったのが、ラクスルでした。そのラクスルが、M、エムアウトの経験、先ほど申し上げた開発推進参入ですね。これを 参考にしながら立ち上げたのがこちらの図です。ラクセルにおいては、グレーとピンクと黄色と緑の4段階を経て、僕たちは開発推進参入と理解しました。どういうことか。ラクセルは印刷の EC です。印刷の EC はご存知かもしれませんが、EC というものはかなりお金がかかるんですね。なんで、印刷で EC をするとしても、やっぱりお金がかかる。スタートアップの僕たちはそんなに潤沢な資金がなかったんですね。 なんで最初、事業を回すために僕たちはまずポータルサイトを作りました。当時僕たちが作ったポータルサイトは、印刷価格比較 .com。こんなような感じのものです。A4 のチラシをすりたいときに、この会社さんに頼むとこれぐらい。それを B4 にしたらこっちの方が安いですよ。2つ折りにしたらこっちの方が安いですよ。そういう印刷価格比較 .com。こんなようなものを当時ポータルサイトとして作りました。この時に、 それを便利と思ってくれたお客さんがたくさんやってきました。月あたり20万人の印刷したいよという人と、じゃあ印刷するねという2000社の会社がやってきました。このトラフィックを僕たちは丹念に見たんですね。これが開発推進でいう開発でした。僕たちは印刷の EC の市場について一定程度の知見を得ることができ、事業の仮説、どういった EC サイトを作ればいいのかというところに僕たちは行き着きました。そして僕たちはいよいよ 推進に入ります。ピンクの領域です。サイトをローンチしたんで実際に売上が立ちましたが、見ていただいてわかる通り、売上は低迷してます。これはなんでかというと、僕たちは推進をしたかったんですね。グレーの段階で、開発で僕たちは印刷会社の環境の解像度を上げて、こうあるべきこれならいけるはずだと僕たちは思いました。ただし、それが本当にいけるかどうかわからないということは僕たち自身、自分たちなりに思ってたし、 分かってたんですね。なんで試したということです。基本的な構造を試しました。限られたお客様に対してサービスを提供し、印刷会社は本当に印刷するんだろうか、お客様は本当に注文しやすいだろうか、そんなことを考えてピンクを行いました。一定程度うまくいった僕たちは黄色に入りました。推進2だと思ってください。一定程度売上が上がったんですが、ここもまたフラットになってます。基本構造を確認できた後僕たちは、 細かいところを確認するようにしました。例えば、注文というボタンは、オレンジと緑だと、オレンジの方が1.3倍強いんですね。これは相当大きな差分になります。こんなことを僕たちは試して試して試しまくりました。そして最後に、大きな大きな AB テストをやって、僕たちの勝ち筋が決まって、一気に参入、緑に入ることになります。僕たちがやった最後の AB テスト、大きなテストは、実はミスミの経験が生きています。 僕たちは印刷会社として印刷会社を束ねてシェアリングエコノミーしていました。お客様が例えばチラシを1万枚頼みますと。この時に印刷会社である僕たちは印刷することによってお客様に価値を提供するんですが、お客様は刷った1万枚のチラシを実は配ることにも困ってたんですね。だとすると僕たちは印刷会社だとするとすることがお仕事になるんですが、 顧客の課題を解決する会社として考えると、お客さんはすって配ることに困ってるんで、じゃあ、印刷会社を束ねたのと同様に、実は新聞折り込み会社、ポスティング会社、DM 会社、これを束ねると、すって配るが答えることができるんですね。これが果たして余計なおせっかいなのか、芯を食ったサービスなのか。まあ結果としては、お客様がすごく喜んでくれた。かつ一番良かったことは何かというと、 チラシを1万枚すると1枚1円なんですが、それをポスティングすると実は10円になるんですね。客単価が10倍ということです。皆さんのビジネスを明日から客単価を10倍にしてお客さんを喜ばせなさい。これ相当難しいと思うんですね。その勝ち筋が見つかったことによって僕たちは開発と推進を無事終えることができて参入する、資金調達して一気にブーストをしたということになりました。この時に前月比30%という成長を僕たち実現しながら邁進をしていきました。 そんなミスミでの事例を筆頭に、ラクスルでの事例に入り、そしてキャディ仕立てるガラパゴスと僕なりに同じようなビジネスモデルを両稽古しました。両稽古することによって型化することができました。20世紀の垂直統合するレガシーなインダストリーに対してデジタルのプラットフォームを横串で刺して水平分業に展開する。その時の横串は2本です。マーケットプレイスとサースです。こういった両稽古をすることによって型化し、 そして、カタカスタからさらなる両稽古ができる。そんな風に新規事業を回しています。ぜひ皆さんの会社でも自分たちなりの勝ち筋を見つける。これを頑張っていただき、見つけた勝ち筋を両稽古する。そして、その会社なりの型を身につけて、新規事業を推進していただけるといいなと思っております。本日は、独立企業の事例についてお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか もし本日のお話、いいねと思っていただいた方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。こちら、企業は意思が10割になります。僕の新規事業人生30年間を総決算した本になります。ぜひご覧いただけたら幸いです。